さあ、始まりました。ん稽古音声。うん。へえ。ー。え何それ知らない。え、で、今聞こうとしてるんだ、それ。あー、時代的にね。うん。 いや、警告音声はちょっとわかんないけど、CD をね。<laughs> いや、かな、いや、ちょっと気になるなその音。これからやるかなこの作品ならなんかやってくれそうな気もするけどね。実際の音を。まあ、もしやんなかったらちょっとあれだね。YouTube とかネット使って検索すれば出てくるだろうから、聞いてみようかな いやーでも本当にね、もう今、CD なんて、もうほとんどの人聞かないだろうね。もうみんなあれでしょ、アプリとか、それこそサブスクでね、落として、聞くって感じだから、スマホがあればって感じだよないやーすごい時代になっちゃったよ、おじさんじゃないけど。いや取り残されるよね、ほんと、10年、15年さ もう、この別の世界とか言ってたら、怖っ。いや、で、今回ね、ちょっとこの僕の作品のチャンネルのオープニングとエンディングには、この異世界おじさんをベースにした、ちょっとしたショートムービーというか、そういうのが映えるようになったんで、ぜひぜひお楽しみください。そちらはスターブラックさんというね、僕のチャンネルの視聴者の方から作って送っていただきました。 本当にありがとうございます。大事に使わせていただきたいと思います。えー、というわけで、ぜひぜひね、特にエンディングご覧ください。うん、あ、これ、ああ、ああ、これがそうなの。うんあんな声なんだ。え、誰の声だろう、今の。うんいやむしろそれが知りたいね。どうなるのか。うんえ ああ、そういうことは確かに。やってるからこそ知ってるっていうね。歌う魔物うん。うん。んなんか含みがあったね。新キャラ出てくんのかえ何これあ。歌ってる。え、あれが歌ってんのあんな見た目で また、この中にいるんじゃないの新しい美少女とか。んなんか歌詞が。なんか俺のんじゃないこれ。もうん。えどういうことうん。あ、やる気え、いいのこれちゃんと聞かなくて大丈夫ああ、なんかいたよ、今。 あれメーベルじゃないの今の。違うああ、じゃあメーベルだ。あ、作り物なのかいや、いるやん。ここに。おー。うーん。あ、それで含みがあったんだ。え、かわいい。かわいいんだけど。おー。 いや,やばやばはあええー、何それもふもふになれんの <laughs> めっちゃなれてる。<laughs> うん。いや、確かにすごいね。え、あの赤い目どうなってんのあとは全部氷だよね。あああれじゃないの前の。え <laughs> <laughs> 何その言い方視野が狭いって。うん。あれどうなってたっけあそこ。んこんなこと言ってるけど、<laughs> いやねえじゃなくて。うん。ふかす。うん。あれ首にでもなったんだっけうん。あやっぱ作り物 え、<laughs> ここでうん。えおじさんうん。いやい、やけど、メイベルだよ。いや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 、その思考回路はどうして <laughs> うん。ま、さすがに殺されるくらいならね。うん。よかった。え、がっかりって。いや、もうやめて。 <laughs> ああ、消えてく。うん、いやもう、ついてけばおじさんに。ああ、指輪え売ったの指輪。ああ、え、おお、すごいところにある。<laughs> 大事にしてんだろうな。うんいやもうやめなさいよ。 うん、売る気ないんだね。いや、そういうのと一緒にしないで開けて。金融主人。ああなるほどね。うーん。ああ、ちょっとあれかな。うん。人前だと。 え何がわかんのまたなんかずれたこと言うんじゃないだろうね。おじさん。うん。うん。<laughs> かわいい。ジニジャブゼ <laughs> ニジャブって <laughs> お。エクソジョロ。<laughs> 興味津々だね。 <laughs> いや、まあ、確かに言ったらね、この美貌なら。うん。いやさっきまでのあのノリから言って。おうん。うん。あ、歌えー、なんだって うん、何歌うのうーん余計なこと言うなよ。大丈夫ああ、真摯な時のおじさんだ。うん。うん。え、何をだろういや、そこね。 ええー、大丈夫かな知ってるかなうん。いや、何来るえ何何いや、分かんねえよ。しかも何なのこれ歌詞ないのか パペポとかさ、え <laughs> なにわ <laughs> からないよ。なに歌わせてんだよ。わ <laughs> けど、わかる人はめっちゃ嬉しいんだろうね。<laughs> いや、ほら、わかってないって。えショッピングモールえああそういうこと こん、あ、確かに <laughs>。あ、それ言われたら、うわあめっちゃ分かったわ。言われてから分かるようになった。一気に。<laughs> もうそれにしか聞こえねえ <laughs>。うわあもうずっと聞いててもなんか安心するやつだわ。うん。<laughs> おじさん、んこの流れで。なんなのこの顔。<laughs> 昇天してますやん。 何この流れフ <laughs> ポーーペーポーからさ <laughs>、うん。いやー、えぇ、ー、オシャンティーな歌来たようん。え、どうしてこんなのがいや、なんかいるけど。あ、うーん。あいつら、 うん。うん。いや、というより、メイベル。うん。ねあ、エルフエルフじゃない違うかなおじさんの眠りの邪魔はさせない。いや、それともこの膝枕に怒ってんのかうん。そっとしといてくれんのかないや、ダメかも。 めちゃ怖い。めちゃ怖える。うーん、助けたんかなほら、もうその状況よ。いや、めっちゃ怖い。目がもうみんなこうなってる。いや、本当分かってないね。うん、まだ瞬きせず。いや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 、その後。その後どうなったんねえ。 いやいや、見ようよ、さっきの続き。おお。うん。いや、おじさんなんでそんな下向いてんのうん。んうん。フィンギーあ <laughs> そういうのあるよね。<laughs> 俺もよくやるよ。みんなの聞いて覚えちゃうから。 <laughs> いや、めっちゃなんか流れてる。<laughs> そんな泣くものなのなに <laughs> <何> <laughs> さ、来ました。<laughs> UFO キャッチャーの歌詞になってる。ああうんエルフちゃんバージョン。うん。えうん。どうしたの えなになにえ、何何 <laughs> しかもなんか黄色いじゃあーもう、おじさんに戻ってる <laughs>。いやいやいや、ちょっとおしっこ漏らしちゃったのから的に思ったけど。まだ引きずってんのねあれ。あーで何、でなにちゃんと読んでんのかまた読み返してるというか。うーん。気にしなくていいよ。うん。うん、エルフ。 うん。え、ちょ、ちょ、ちょ、え、いやいやいや、ふ,ふ,ふん、じゃなくて、名前やばい。<laughs> ねえ,え。とうとう判明すんのエルフの名前。いや、なんて言うんだろう。<laughs> けどまたこのテンションなんだ <laughs>。やばいね。怒ってますやん。え <laughs> 目が。 <laughs> 目が閉じない。うん。いや、おじさん、ちょっと頭でも撫でてあげて。まずちょっとこのご機嫌を伺おうよ。怖えって闇落ちがすげえよ。おうん。名前。うん。いや、よいよかこの流れで言うのか <laughs> 確かに、多く顔ね <laughs> <う>。んおじさんおじさんもやば。<laughs> 油断した。<laughs> おじさんの本名までわかるんだ。今回。あ、しかも <laughs>、教えてもらって一気になんかテンションが。あ嬉しいんだね。うん。 芝なんだ、これで。うん。いや、近い、近い。あ、もうじゃあこれからはあれなんじゃないのおんねえ。おじさんのことも名前で呼ぶのか。やばー。うん。うん、いや、もう突然。 いや、確かにおじさんのは俺全然興味持ってなかったな。うん。そこ。おう,うん。何えうーなげなんて呼べばいいのそれ。うーん、わからねえ。スザエル うん。<laughs> 困るね、これ。<laughs> やっとわかったんだけど。おん、すい。うん。えダメえへへ、<laughs> ダメなの <laughs> ーうん。うん。うん。<laughs> おじさん。うん。ああそっちの。いやー、これどうなのうん、目も緑だし。気に入ってくれないああやべえ <laughs> またさらっといや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 、そこはもう乗っとけよ。うーんああかわいい <laughs> かわいい。いやいやいや、呼んでほしいでしょう。うーん。なんか当たってますけど。うーん。うん。そこはなんであー。自分だけが知ってたいんだね。呼んで知られちゃうとあれだから、周りの子に。あー、すい。<laughs> 宇都 <laughs> 宮さんももうね、5万越の。いや、黒木だ、ウルフだ、いろいろ呼ばれてたけど。うん、もうさすがにちょっとあれじゃない上に立てたからテンションも戻ったね。<laughs> いや、ほら、マウント取ってるわ。完全に。いや、何そのポーズ <laughs> ああ。うん、遺跡。 おうん。ああの歌おうん。三つの祠うん。うん。ああ、で、行くの違法。違法だったらおじさん。おうん。 なんかやってるけど。あ、もしかして、ええー、<laughs> 壊しちゃったけど。<laughs> おじさんあこれはあなんか出てきたよ。うん、でけえ、そしてまた。えー、大丈夫、これ。えー、なんかすごそうだけど。 おおいや、<laughs> おじさんめっちゃ頑張ってるけど、ちょっと状況が整理して、わけがわからない。うん。いや、だって <laughs>、いいの、これで。いや、もっとなんか聞けたりとかしたんじゃないの、こいつと。うーん いや、話せたかもしれないのに遺跡入ったら。うん、二つ。え、ああ、壊してんのほう。あ、うん。あったんだね。<laughs> じゃあ、これがもう三つ目なんだ。うん。ほこらブレイクボーナス <laughs>。 <laughs> やべえなあうん。続き。<laughs> いや、すごいの売っちゃってますけど。<laughs> わあ、なんか SAO の最初に出てくるかやばみたいな感じだね。あの大きさといい。うん。塊うん。ああああ 何蘇っていう感じ死んだね。ねモンスターが。ああ、出たこれすごかったよね。うん。うわあ、撃ちまくりや。もう威力半端ないし。ああ、このメンツなら安心だわ。すげえ、すげえ。ああ、切りないのか。やっても。うーん。 え、おじさんどうにかできるのかんえおじさんえー、操られてんのやばいおじさんがあっち側にん今のはああ自負かなんかやったね。 あれのおかげで無事なのかなうん。うーん。いや、頑張った。<laughs> いやけどなんか。だてじゃないって言ってるけど。うーん。やば。おじさんが敵。おーえってことはあれかアリシャーとかもいるの つい、ああ、みんな揃った。ああ、あれ。<laughs> 歌う魔物。<laughs> 歌う魔物はメイベルで。うん。いやいやいや。うん、ここに来て。いや、それな。いや、とりあえずおじさんを戻さないと元に。うん。あ、け、これでダメ うん、けどこれならダメなのかなあのゾンビ直したやつ。うん。いけないそうそうそう、それそれそれ。あ、使ったね。いや、この子なら意外とやれるんじゃないえなになに んあ、おじさんの記憶かなんかか。なんだなんだ、どうなんあら、倒れてんね。うん。失敗したのかなうん。闇って言ってるけど、なんかゲームしてたけどね。うん。あー、ダメだ。 うん。<laughs> い,やいや、闇なのかそれ。<laughs> い,やいや、待って待って。闇じゃないんじゃないかな。ねあおじさんあ戻ったうん。うん。戻ってはいないのかうん。 いや、戻ってるっぽいかもね。喋 <laughs> ってんのか。やっぱなってて。えんなんかいろいろやってますえー、なんか出てきた。うん。それはうん。何が起こんのあー、なんか吸ってるけど。 すげえ。どうなってんのわー、えー、やば。うん。<laughs> 何してんの、これ。うん。やめ。あ、マ満ュ流。うん。えー いやちょっともう展開がすごいちょっと追いつけてない頭の中でえ、まあ、とにかくやばいことにはなってるの分かったけどもういよいよなんかクライマックスに向けてって感じだね全員ヒロインも揃ってで突然の俺がねおじさんの名前も陽介っていうのを判明してでらには、まあ、エルフちゃんの名前もねちょっと高くて今分かんないけど、まあ、スイっていうね名前をさつけてもらって。 であそこの流れまではねめちゃくちゃハッピーになる流れだったのにね突然のその祠のお話からのめちゃくちゃ強い敵出てきてーのよ果たして次回のそのボス戦みたいなのはどうなるんでしょうかいよいよパーティー戦みたいな感じなのかな全員さ強いしそして来週が最終回だと思うんでまたどんな感じでねお話が終わるのか これに注目して楽しく見ていきたいと思いますはいというわけでね今回のクソに対する皆さんの感想だったり僕の役所に対するコメントお待ちしております以上、ご視聴ありがとうござましたバイバイ